皆さんこんにちは、ワダレグルビーチです。では今回は紺碧の艦隊スーパーファミコン版の続きをプレイしていきたいと思います。前回はアメリカ軍が開発した B-29 の後継機 B-30 が帝都に向かってきていたので、これを新型の局地戦闘機ソーライを使って迎撃するという作戦を行いました。今回はその続きになります。まず余剰国家予算が1億8000万ありますので、新兵器の開発を行いましょう。艦上戦闘機分式春蘭の開発です。5800万ですね。ジェット戦闘機だと思うんで、この5800万というのはかなり大きな額ですが、思い切って開発しちゃいましょう。新兵器の開発はこのターンでは以上なので、続いて経済投資を行います。残っている1億2000万を均等に割り振っていきたいと思います。ちょうど OPA ではですね、天元作戦まで見終わりましたので、次のステージがちょうどその天元作戦だと思うので、めちゃくちゃタイムリーな OVA の見方をできていますね。ではこれで次のステージへ進みます。東太平洋天元作戦発令。作戦の指令を発表する。高杉機動部隊はダッチハーバー停泊地のリーガン艦隊を陽動によって誘い出す。高杉機動部隊はハワイを占領した後、ハワイに根拠地を持って作戦行動を行っていたので、高杉機動部隊はパールハーバー、つまりハワイ周辺から出撃するということになると思います。リーガン艦隊を誘い出したら、その隙にダッチハーバーの軍施設を壊滅させよう。なお、可能な限りリーガン艦隊の艦艇は攻撃しないでもらいたいということですね。リーガン艦隊はですね、新型の空母、これも持っているので、この空母に攻撃を加えない、それも含んだ作戦になりそうです。戦略拠点についての説明です。ダッチハーバー本作戦のように敵機動艦隊に立てこもられると要塞化してしまう。本作戦ではダッチハーバーの飛行場及び湾口施設を完膚なきまで殲滅してもらいたいということですね。では続いて新兵器、これについて説明してもらいたいと思います。今回新しく配備された兵器、水上戦闘機分式春蘭。水上戦闘機なので、艦上戦闘機とは違って水上から飛び上がれる戦闘機ですね。電性に変わる新型の戦闘機、分式弾搭載、空対空ロケット弾ですね。続いてアメリカ軍の新兵器の情報です。こちらはドントレスに変わる艦上戦闘機、2000ポンド爆弾搭載、さらに空対空ロケットも装備してくるという新型の艦上戦闘爆撃機ですね。ではステージの方入っていきます。敵艦隊発見、空対空射撃用意。今回は3発弾の出番がある、そんなステージになると思います。まずはマップの方から確認しておきましょう。ここにリーガン艦隊ですね。スペリオ、ヒューロー、これ新型の空母です。艦載機4編成ですね。OVA の中では第1波、第2波、第3波と3回にわたって攻撃隊を発艦してきたリーガン艦隊ですね。新型の空母。こちらには軽空母群が控えているというところです。こちらにも艦載機がいるかなと思ったんですが、艦載機はいなそうですね。で、周辺には護衛です。で、こちらの艦隊には攻撃を加えないというのが、司令からの命令に入っていたと思います。では続いて、味方の艦隊、確認しておきましょう。まず、高杉艦隊。いえ、
ここには3発弾ありますね。これを撃って敵の航空兵力を殲滅する。それが OVA の中であったので、今回もこれをできれば使っていきたいと思います。で、護衛艦です。そして、空母、赤城と飛龍です。それぞれ艦載機3編隊になってます。新型の噴式のシュンマン、これを搭載してます。OVA の中ではね、この赤城の甲板がやられてしまいましたからね。で、続いてダッチハーバーを狙う別動隊も見ておきましょう。別動隊の先頭には戦艦霧島。こちらには3発弾はないので、比叡だけのものだというのは頭に入れておきたいと思います。空母は、加賀と飛龍。春蘭も持ってるし、銀星に早産ですね。艦上攻撃機、それぞれ入っています。昇格、随格の方にも艦載機。同じ編成で入っています。これが今回の編成になっています。では攻撃目標であるダッチハーバーも見ておきましょう。ダッチハーバーがこちらですね。ダッチハーバーの軍港と飛行場。この2つを破壊。そして残っている駐留艦隊がありますので、これも殲滅対象に入ると思います。では時間を進めていきましょう。では、艦載機出撃させています。赤城と蒼龍から出てる航空隊ですね。これ前進させます。敵の航空隊もご覧のように発艦してきているので、これを攻撃していきましょう。で、こちらの艦隊に接近を許すようであれば、3発弾をいよいよ持って使っていきたいと思います。で、3発弾を使うところまで敵を寄せ付けない戦いができれば、それがやっぱり一番いいので、対空ロケット弾を持っている春蘭を使ってできるだけね、敵は叩き落としていきたいと思います。高高度からロケット弾を打ち込んでいきます。打ち漏らしがないようにダメージ与えたものは確実に倒しましょう。このゲームですね、編成が減ると逃亡する AI が多いように感じてますので、ダメージを与えたものは追撃して確実に落とすという戦い方でいきまーす。もう射程が長いロケット弾持ってると、この時点ではアメリカ軍を一方的に落とせるっていうのが大きいですね。ではさらに、空母から戦闘機を出します。戦闘機を出し終わったら、高杉艦隊は退避行動に入りましょう。アメリカ軍のリーガン艦隊と艦隊戦をやるのは避けたいですからね。では別動隊の方です。まず、紺碧艦隊の方から動かしていきましょう。ダッチハーバーから、同じくですね、敵が戦闘機を飛ばしていきますので、これを叩き落とします。合わせて駐留艦隊ですね。これも迫ってくるようであれば倒していきたいと思います。では、別動隊も航空隊を出撃です。ここも一方的にロケット弾でダッチハーバーの直縁隊を倒します。では同じ要領でいきます。では別動隊の方ですが、銀星も出して全航空兵力を発艦させます。発艦させたら別動隊の艦隊もですね、敵の艦隊に
近寄られないように艦隊自体を後ろへ下げたいと思います。敵の王のリーガン艦隊なんですが、戦艦がここにいてですね、この戦艦が40センチの三連装砲、射程7持ってるので、これの射程に入らないようにするのが重要ですね。P47 が出てきましたね。これ場合によっては春蘭が撃破されてしまうかもしれない。そうですね。春蘭が敵の攻撃、2連続で受けて撃破されてます。まあ、これはもう仕方がない犠牲だと割り切りましょう。では、敵の航空機を中心に叩いていきます。まあ、一方的にやっぱり攻撃をしていくっていうシチュエーションを作りたいので、ちゃんと敵の攻撃レンジ外、反撃レンジ外からロケット弾を確実に叩き込みます。では、敵の攻撃を削りましょう。では、あらかた敵の航空兵力、ダッチハーバーのものは叩き切ったので、攻撃隊を突入させていきます。ダッチハーバーの軍港と飛行場ですね。これを徹底的に殲滅してもらいたいという、長官からの指令もあったので、これを果たしていきましょう。航空隊を突入させていきます。あとは、リーガン艦隊の航空兵力ですね。これの無効化を行っていくので、赤城と総竜の春蘭を使っていきます。であとはですね、別動隊の春蘭も、もうこの時点で敵の戦闘機とのドッグファイト、格闘戦はないと思うので、ダッチハーバーからリーガン艦隊の航空兵力を叩くために転戦させます。艦隊は下げましょう。では続いてリーガン艦隊の航空機を落としにかかります。まあ、このままうまくいけば3発弾を使う必要はなさそうですね。まあ、3発弾は射程が3しかないので、逆に言うとですね、敵の航空機の接近を許している状態だとも言えるので、まあ、できればね、その3発弾使わないとしたことはないのかなと思うので、ここは3発弾を使わなくて済むように、春蘭を使って、リーガン艦隊の航空兵力を落としていきます。はい、これで味方の航空機の攻撃は終わりになります。リーガン艦隊の航空兵力ワンユニットだけ残ってしまってるんですが、もう3発弾の出番はなさそうですね。なので、まあ、今回ね、3発弾の威力をお見せすることは叶わなかったわけなんですけど、まあ、またね、いずれ3発弾を使う局面も出てくるかなと思いますので、その時の楽しみに撮っておきたいと思います。では、このターンで、敵航空兵力を完全に無効化します。
どうなんでしょうね。駐留艦隊を叩いておいた方がアメリカ軍にダメージが残ったりするんですかね。であれば、完全に優位に立っている、この状況であれば、十分に余力あるので、駐留艦隊を撃破しておくというのも、手ではありますよね。リーガン艦隊には確かに手が出せないんですが、まあ出さない方がいいんですが、駐留艦隊をね、攻撃しても、まあ問題はないというか、結果に影響はないものだと思うので、攻撃するっていうのも、まあ一つ手ではありますよね。では、まず先に、敵空母、艦載機を全部落とします。これで完了ですね。そしたらダッチハーバーに攻撃隊を突入させます。本当に OVA の中ではワンカットだけだったんですけどね。ここでは確実に攻撃していきます。1トン爆弾を積んできたので、1トン爆弾を飛行場に落としましょう。一撃だ。一トン爆弾であれば、飛行場を一撃破壊できる。一トン爆弾をダッチハーバーで弾頭施設に落とします。はい。これでダッチハーバーを殲滅完了です。高杉はリーガンに会いに行くっていうね。これ、戦闘機に乗ってリーガンの艦隊に OVA の中で会いに行ってたんですけど、まあ、正気の沙汰とは思えないですよね。司令官自ら戦闘機に乗ってっていうのが。コンペキ艦隊が、新艦を抜いた魚雷を打ち込んで、脅しをかけるんですね。はい、ご覧いただきました。損害ですが、航空機、18機喪失です。収入は2億を確保。大きいな。では、天元作戦、ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。今回はここまでに。